TK プレスニュース週刊デジタブル99号です。写真や映像、デジタルコンテンツに関する情報をホットにお伝えしています。今週も縦動画です。11月19日に開催されるデジタブル記念勉強会の内容を会場の森下文化センターからお伝えします。デジタブルでは2007年2月の創立以来、毎月定例勉強会を重ね100回目を迎えることになりました。これを記念して11月19日に広く皆さんをお招きして公開セミナーを開催します。午前中最初のプログラムは副代表の平野正史さんによる10周年記念写真集の制作ですね。10周年を記念して今回同時に開催される作品展の作品をそれぞれの作者がオリジナルプリントしたものを持ち寄り手作り製本で写真集にまとめました。講演ではその他に長年自作作品集を作り続けている平野さんならではのノウハウを含んだお話が聞けると思います。午前中の後半は写真家渡辺英章さんによる講演ですね。今年5月にデジタブルでも10周年記念事業の一環として協賛させていただきましたマグナムファースト日本展の開催の報告です。マグナムファースト日本展では私たちも取材に伺いましたが、すごい反響でしたね。はい、この他にも写真家として長年さまざまな文化活動に取り組まれている渡辺さんならではのお話が聞けるのではないでしょうか。続いて午後1時からいよいよ隊長の基調講演ですね。ここ数年デジタル環境の現状分析とこれからの画像フローというテーマでお話しさせていただいていますが、今年は特に10周年の変遷と今見えてきた画像フローの提案をさせていただこうと思っています。この縦動画というのもその一つなんですね。楽しみです。続いて遠藤副代表舘さんによるラウンドベースプロデジタル考察に基づいたシステム開発です。デジタブル会員の技術派お二人による開発で360度自動撮影装置ラウンドベースプロが生まれました。 TK プレスのスタジオでも早速導入して大活躍してますね。次はデジタブルの研究派白沢陽一さんによる講演です。写真に関わるユーザーエクスペリエンスのためのアプローチ、白沢さんもここ数年インタラクティブシステムを使う経験というテーマに沿って研究しています。製品やシステムの使用を予想しての反応ということですよね。写真を見る、見せるといった根源的な問題を考える良い機会になりそうで楽しみにしています。最後はシグマホビオンセンサー SGV レンズの魅力と題して株式会社シグマ桑山照明さんに講演いただきます。毎年私が講座の中でシグマさんのフォビオンセンサーについて触れさせていただいていますが、今年はフォビオンセンサーのカメラをお借りして数名の会員による実証テストなども行いました。今回ぜひ開発側からの詳しいお話を伺いたくてお願いしました。センサーばかりでなくシグマさんのレンズは皆さんよく使っていますよね。そちらのお話も楽しみです。今回の記念セミナーも見どころ満載ですね。ぜひお申し込みページからエントリーの上おいでください。会場でお会いしましょう。